はい、ドリームダウンのサムリハラです。今回は告知の動画になります。この度ドリームドアでアンダースローの方を対象としたアンダースロー塾を始めることになりました。よいしょよっまあ、塾って感じじゃないんだけど、まあ、塾っていう名目は使ってるんだけど、はい、どっちかっていうとそのアンダースローってさ、なかなか教わる機会っていうのがないから、まあそうですよね、まあ、それを共有する練習会みたいな感じ、イメージとしては、はいはいはい、だからそれでみんなで切磋琢磨できたらいいなと思ってこのアンダースロー塾を始めようと思いました。え、これやろうと思ったきっかけは何なんですか？まあ一応さ、はい、動画で結構出し始めたじゃん最近、アンダースローに関すること。いや、もういろいろ出てますよね。まあ一応アンダースローに関すること出してるんだけど、はい、結局はその大まかな括りの中でしか話してないわけ。まあその人に特化したというよりかは、そういうこと、みんなに通ずるやつですよね。そうそうそう、はい、だってさ、まあ学校の授業とかと一緒よ、はい、授業でやるのと1対1でやるのじゃやり方が全然違うし、はい、そうですよね、あそこまでやってくれんだみたいなのがないじゃん動画とか、はいはいはい、その大衆向けになっちゃうと、はい、だからこういう、まあ、来てくれた人たちに対して、まあ、その人の現状を把握してそこでアドバイスができれば、まあ、それはすごいいいことかなと思って、はい、この大衆向けじゃなくてね、もうその人個人に、うん、そう個人に焦点を当てて、なるほど、そう全て俺の代弁してくれたよこれってあれですか、うん、年齢制限とかってあるんですか？まあ一応高校生以上、高校生以上、うん、やっぱり体できてない人がアンダースローやると、はい、まあ、筋肉ないからさ、はいはいはい、耐えらんなかったりするのよ、はい、ちょっとそれは危険だなと俺は思うから、はい、体が出来上がってる高校生以上ならOK です。アンダースローの方限定って言ったんだけど、アンダースローを始めたい方も OK、 初心者でもありってことですね。そう、これあれ定員とかってあるんですか？まあ一応さ、この場所が、はい、ここのドリームドアの室内練習場を拠点としてやるんだけど、はい、室内練習場なのでそんな大人数はちょっとできないし、はい、その何人も複数一緒に一気に見るっていうのはさすがに厳しいから、はい、まあ、上限は、まあ、その時間帯に2人まで、最大時間帯に2人まで、時間帯に2人までかな。これっていつやるんですか？いつやってるもんなんですか？まあ、一応いつでも OK、 基本的には、基本的にはいつでも OK、 もう月から日まで基本的には OK だけど、はい、まあ、この施設の貸し出し状況もあるし、うん、まあ、俺もいろいろ行ったりいろんなとこ行ったりするから、はい、そのスケジュールとの兼ね合いもあるんだけど、基本的にはいつでも OK です。なるほど、うん、これ結構気になるところなんですけど、うん、料金ってどれくらいなんですか？ああ、料金ね、はい、まあ最初は取ってもいいのかなって思ったんだけど、はい、ちょっと考えた結果料金は取らない。取らない、取らない、ただってことですね。ただです。まあただし、ただし、ただし、まあここ大体あるじゃん、はい、ただし、はい、まあ、ドリームダーベースボールのこの野球チャンネル、はい、YouTube チャンネルに出演していただきたい、一緒に。なるほど。そう、その指導してる場面もそうだし、まあ、その人それぞれにさ、はい、アンダースローになったきっかけとか、あ、はいはいはい、まあ、そういうのがあるわけよ。あ、それ気になりますね。俺もすごい気になるから、はい、ちょっとそれを皆さんにも共有したいから、はい、それに出演してくれる方だったらもう全然 OK です。大歓迎ということですね。大歓迎、いつでも来てくださいっていう、はいはい、こっちも楽しいそれいいな、楽しみですね。だから料金は取らない、はい、うん、協力してもらうがこっちも、あ、なるほど、そういう考えだから、はい、ちなみにメニューといいますか、うん、どんなことやるんですか？まあ、基本的には、はい、軟式硬式は問わないんだけど、はい、どっちも大丈夫なんだけど、うん、まあ、その人の習熟度っていうのがあるじゃん、はいはいはい、初めてどれぐらい立ってるのかとか、はい、まあ、そのフォームがどれぐらい固まってどういうボールが今投げれてるのかとか、はい、それによってやっぱりやることって変わってくるから、基本的にはその人に合った、まあ、段階的な指導じゃないけど、はい、そういうのを心がけてやっていこうかなとは思ってる。なるほど、うん、これって受付開始はいつからなんですか？あ、もう受付開始は、はい、もう今すぐでも OK。 それはどこに？あ、一応ツイッターのアカウントがあって、はい、そこに直接
DM で送ってもらうか、はい、あとこのドリームドアのところに電話してもらうかっていう形になると思うんだけど、はい、まあ、あの今さ緊急事態宣言っていうのがあるから、そうですね、まあ、一応難しいところであるんだけど、その開始する日時は緊急事態宣言が終わった後の日からだったら予約は OK。なるほど。っていう感じで。今のところで言うと3月の、まあ、7日とかって言われてるけど、まあそれはどうなるか分かんないけど、はいはいはい、まあでも受付は今からでもできるので、はい、そのちょっと気になって空いてる日があるんだったらちょちょっと連絡してくれればこっちですぐ日程把握して、はいはい、もう OK だったらそこでじゃあこの日でっていう仮確定はできるから。なるほど、そうです、うん、で実際の指導は3月からっていう、3月なのかっていうかその緊急事態が明けてからっていうことですね。そうだね。あの初めに言った通り、まあ、塾っていうかは練習会みたいな感じで、はい、あの厳しく突っ込んでとかってじゃなくて、はいはい、まあ、どっちかって言ったらそのアドバイスし合うような、はい、そういう感じでねできたらいいかなと思ってるし、はい、情報交換会みたいな。そうだね。やっぱそういうのってアンダースローってなかなかないから機会が、はい、やっぱりそういう機会を作れるってなったら来てくれる方も多いかもしれないし、はい、まあ、俺としてもすごい知見が広がってもうウィンウィンな関係になれるような気がするから、はい、そこら辺はすごい売りにしてやっていこうかなと思うので、はい、あの受付お待ちしておりますので、うん、来れるという日があったらすぐにでも連絡をください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある町並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。